はい、おはようございます。ゆるりです。いつもご視聴ありがとうございます。今回もですね、皆様からご支援いただいた、ジャーキーね、この家臣力アスカにね与えたいなと思いますということでね、本日もよろしくお願いします。こちらから行きましょうかね。両家家臣様ということで、いただいております。いつもありがとうございます。ですね、すげえたくさん来てるんですよ。このね、こちらですね、ちょっと待ってくださいよ。こんな感じですね。ちょっと先これだけいきますかね。砂肝ソフト、チキンガムモグを3袋と、あと子牛のね、リブボーンということでね、これ美味しそうですよね。はい、こちらと、あとですね、マグロスティックね、こちらね、いただいております。ありがとうございます。結構ね、偏食のね、力も食べるマグロスティックね、ありがとうございます。まあ、良犬家臣様へということで来てるんですけど、ね、皆さん、ミーナさんですね。すいません、失礼しました。ミーナさんからね、こちらね、いただいております。ありがとうございます。ね。はい、じゃあ、行きますか。ね。よし、じゃあ行こう。チキンガム、モグから行きますか。もう、リキは早速スフィンクスになってるよ。いい子だけどね。座れて。アスカも座れて。アスカ、座れ。座れ。ちょっと女座りみたいになってるよ。アスカこっち来い、座れ。はい、で必ず向こうで必ず向こうで食べますね。よっぽどね、家臣警戒してますこれね。はい、ちゃんと入ってるかな。ちょっとね、画角が見づらいんですけどね、力がギリギリ入ってないぐらいかな。入ってないぐらい。ちょっとバックしますか。こりゃ今でちょっといいと思いますね。いや、食べりーちゃん。またそれ食べられるよ、家臣に。はい。ね、みーなさんありがとうございます。はい。また早いね、相変わらず。座れ。あんた、おてんばよ変なとこ入った。なんかアスカちょっとなんかおかしいぞ、首のところが。ちょっとこれ病院連れていかなあかんかもな。アスカ来い。アスカ来い。来い。こっち来い。座れ。アスカ来いて。座れ。せ。ゴロンせ、ゴロン。これなんかおかしいな。ちょっと病院行こう。今日が何曜日だ。今日火曜日だったっけ。あ、明日病院連れてきましょうね。ちょっと今日はちょっとすいません、このまんま座れ。ね、どうなってるかっていうと、今ちょっと撮影はできないんですけど、このちょっと見えるかな、今見えた、多分今見えたと思う、ね、ちょっと待ってくださいよ。今見えたと思う。こちら行きます。マグロスティック。アスカ座れ。アスカ座れ。
こう、ちょ、今見えます？今多分ちょっと見えたと思う。あの、力座れ。家臣で言うとね、ここが、毛が抜けてるんですよね。アスカ何章とかあって、アスカ座れ。毛が抜けてて、ブツブツができてるんですよ。で、そこだけかなと思ったんですけど、まあ、前足の、まあ、人間でいう脇ですよね。脇あたりも、ちょっと、おかしいんで、うん、ちょっと、うん、病院行きましょう、これは。あ、大盛り。アスカ、座れ。今、取り急ぎっていうわけではないんですけど、ただ、明らかにちょっとおかしいので、明日、病院連れて行きます。はい。ただ、まあ、元気はいいんでね、特に、そういった面では問題ないかと思いますし、かゆがってもないので、大丈夫だと思うんですけど、一応ね、念のために行きたいと思いますね。この間の日曜日、山行った時にですね、ひょっとしたら、なんか、山でもらってきたかもしれんですね。一応ね、この間、ネクスガードスペクトラ、飲ませてるんですけどね。まあ、病院に行けば、答えが出ると思いますのでね、それが答えだということでね、もちろん皆様にはね、ご報告しますので、それまでね、しばしお待ちくださいませ。こちら行きます。ニーナさん、ありがとうございます。子牛のリブボーンということでね、座れて伏せ。そうそう、座伏せ。そう、映ってるかな、大丈夫かな、定期的に確認しないといけないっていうね。まあ、家臣に食べられてもそんな力しよったら、これあばら骨やね。うん。リブボーンですからね。あ、いらんと？力はいらん。これいらん。甘えん坊さんって、あんた、力は違った意味の甘えん坊さん。あんたはあんただよ、甘えん坊さん。あんたはあんたで、甘えん坊さんっていうのもかまってちゃんないよ、だいたい。いい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 音出とるよ。あ、失礼。あ、力はいらんと。あとこれ子牛よ、子牛。ちょっと細い方よ。ちょっとこれ太い。ほな、あんたアスカやったら相当喜ぶ。いらんのかい。あんたね、せっかくあんたミーナさんから送ってもらったんやけど、食べるよ。でも大丈夫、食べんなら食べんでもいいよ。食べるのはなんぼでもおりますから。はい、アスカ座れ。あ、まだ食べてますか。いらん。で、なあ、一応食べる。アスカ、アスカ座れて。どうした、なんかおる。何も見えんけど。力は食べるんかい、結局。何も見える。どうした、アースカ。何もおらんよ。噛み砕く楽しさを愛犬にということだね。座れ座れね。はい、ありがとうございますね。あとね、こちら行きましょうね。猟犬家臣様へということでね、いただいております。これ開けます。お、
新製品よ、新製品。いやもうね、本当ね、皆さんありがとうございます。もう本当めちゃくちゃありがたいです。もうね、家臣力アスカも喜んでおります。あ、こちらもすいません、ミーナさんでした。砂肝カードとチキンクラウンスティック、こちらもミーナさんね、いただいております。ありがとうございます。じゃあ行きますか。これクラウン、チキンクラウンってなんだろう。あ、鶏のトサカなんだ。よいしょ。完全無添加国産。座れ、伏せ。お、またリキはお上品に食べよるね。こんな感じ。あ、落ちた。こんな感じですね。なんかね、貝ひもみたいな感じですけどね。匂いは全くもう無臭って言ってもいいですね。うん、匂いはないですね。はい。こういうね、ちょっと硬い系は間が持っていいですね。あんた前世牛かなんか、なんか飲み込んだのまた吐き出すの、なんかまた食べてみたいな。これどうですか、リキちゃんは。さっき結局あんた食べたね。いやーでもね、ちょっとね、アスカのね、毛が抜けてるところがちょっと気になりますね。まあなんか皮膚病的な感じかもしれない。ちょっと見えるかな、見えるかな。ちょうどこの、なんていうんだろう、まあ顎の、顎と首の中間みたいなところ、まあ多分今見えてるんじゃないかなと思う。あ、家臣で見えないかな。ちょっとやっぱおかしいんですよね。おかしいな。明日病院だな、これは。女の子だからお肌が敏感、デリケートだって。できればもうちょっと女の子らしくしてくれたら、親方さんは助かるんですけどね。あんたがもう本当一番やんちゃだから。やんちゃって大体女の子に言う言葉じゃないんだけどね。おてんばですか。あすか、こっち座れ、伏せ。あ、好きですか、これは。伏せ。チンチンが出とるって、ティンティンが。お、家臣は三輪明宏スタイルやね。ちょっとゴロンして、ゴロンして、ゴロンして、ゴロン。ごろ、あ、ごろ、はい、はい、はい、座れ、伏せ。はい、ビール持ってくればよかった。最近思ったんですよ。家臣とかね、力とかこうジャーキー食べてるじゃないですか。
羨ましいなと思って、僕もビール飲もうかなと思って、この間ちょっと飲みながらやったんですけど、はい、まあいいです。あの昨日ですよ、実際のね、あの動画配信とあの撮影とまた別ですのでね、あれなんですけど、あのこのリアルのね日なんですけど、昨日ね、あの僕あのライブ配信やったんですよ。で、もともとねメインチャンネルの方でライブ配信する予定じゃなかったんですよ。もう酔っ払ってたんですけどね、うん、そのやっぱり影響からかね、座れ伏せ、ちょっとメインチャンネルの方であのライブ配信してしまってですね、まああのね、別にどっちでもいいんですけどね、メインチャンネルでもサブチャンネルでもいいんですけど、ただなんて言うんだろう、ああいうこうちょっとこうゲリラ的なねライブ配信はなんかサブチャンネルの方でやりたいなとか思ってて、で大体ねあのこう覚えてはいるんですけど、一部ね あんまり覚えてないところもあるんですよ。はい、で歌詞にこのなんかついてる、ここね、これね、まあそれはそれでいいかなと思いますけどね。あすか、座れ伏せ、スフィンクス。なんかこうブラッシングしたんですけどね、この間ね、でやっぱちょっとこう毛がやっぱり薄いんですよね。アスカ座れ、早いな、家臣はちょっと伏せしようか、ちゃんと伏せよう、ちょっとなんかこうね、デレーンとならんと。あ、言いましたっけ、ひょっとして昨日言ったかもしれないんだけど、座れ伏せ、早いって立ち上がりが。最近ねちょっとあの家臣の足の調子がいいんですよね。この間ねちょこっとあの走ったんですよ、ちょこっとだけ20メートルぐらいかな、ちょこっと走ったんですよ。そしたら4本足で走ってましたのでね、このままだったら4本足でいけるかなっていう感じなんですよね。まあ、別にね3本足でもね、あの3本足で何回も行ってるようであれですけど、まあ、3本足でねあの山走ってる猟犬がたくさんいますのでね、別にねあの3本足でもいいんですけど、やっぱりこうもしもの時こうイノシシからね突進された時にこうかわすとかね、そういったもしもの時のためにねやっぱ踏ん張れるね足がねあるのとないとではねやっぱ大きく違いますのでね、はい、ありがとうございます、ね、できればやっぱ4本足の方がいいんですけどね。はい、今度こっち行きましょう。砂肝ハード、ワンちゃんが大好きな砂肝を程よく長持ちする硬さに仕上げました。噛めば噛むほど美味しさが広がりますということで、ね、行っちゃいますか。こんな感じですね、砂肝。座れ。もうまあなんていうんですかね、この砂肝ソフトと似た匂いだけど、こっちの方が香りはなんかこうまあな自然な感じ、ちょっとこうなんていうんだろう、こう味付けされた感じっていう感じですね。美味しいですか。座れ伏せ、家臣座れ、家臣座れ、座れ座れ座れて、家臣ちょっと立って立って立って、ちょっとあんた一回ちょっと座り直し、そうやないじゃん、もうそうやないでて、だいたいねこのパターンからね座れて難しいよ、座れ、よし、そう待て、リキ座れ、よし、大きい、座れ、
おー、いいね。しゃあ、あ、あともうちょっと。はい。はい、ということでね、みーなさんありがとうございます。こりゃ、まだ難勝とかね。はい、ですね、続きましてですね、よりよりさんへということで、いただいておりますので、ちょっと、ご紹介させてください。こちら、ね、僕、こればっかり飲んでます。うちの寮隊の皆さんもこれ好きですね。こちら送っていただきました、メッセージね、読ませさせていただきます。よりよりさん、いつも配信ありがとうございます。家臣力明日香、いつまでも頑張ってということで、多分ね、本名いただいてますね。ですので、本名は、伏せさせていただきたいんですが、ローマ字で、ね、愛さんですね。ありがとうございますね。いや、もうこちらこそ本当ありがとうございます。皆さんがこうご覧になってくださるおかげでね、僕のモチベーションがね、アップしているのは、これはもう間違いないことですのでね。まあ、猟期終わってですね、まあ、まあ、狩猟、有害鳥獣駆除の、まあ、動画っていうのは、ないんですけど、まあ、こういったですね、猟犬たちの日常なんかもね、引き続き配信していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、改めて、愛さん、ありがとうございます。あとね、結構、いただいてるんですよね。ですね、先にね、言います。今からご紹介するのは全部レオンさんです。で、先に僕の方からちょっとレオンさんへ、まあ、ちょっとお願いがあるんですけど、よかったら概要欄にお問い合わせ先ということでメールアド記載させていただいてますので、よかったら概要欄のメールアドにご連絡いただければお礼しますので、ぜひよろしくお願いしますね。ということで、レオンさんからいただいたやつね、ご紹介したいと思います。まずこちらですね、ありがとうございます。こちらですね、ペットボトルのキャップですね。山に行った時にね、この猟犬たちにね、ペットボトルの水与えてるんですけど、これは食べるもんじゃないよ。これね、前、100均で買ったんですよ。で、100均でね、もう売ってなくて、なかなか買えなくて、で、なおかつね、結構ね、簡単に割れてたんですよね。まあ僕がこけたりとかするのはね、まあ大きな、まあ原因の一つでもあるんですけど、で、まあこれ欲しいなと思っていたところね、レオンさんから送っていただきました。ありがとうございます。大切に使います。けど、すいません。山で使ってるとどうしても割れてしまいますので、その辺ご理解の方よろしくお願いします。ありがとうございます。これあんたたちの大体わかる、あんたたちにやるやつやけどね、大体ね。家臣目が座っとるって。ということで、ちょっとまずブレイクタイムいきますか。マグロスティックいきますか。マグロスティック、ね、座れアスカ、座れ。あんた、この間、なんか、アスカが、なかなか座るとかせんときに、相当忙しかったみたいね。ほんと。面白いって言ったよ。よかったね。はい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 、続きまして、こちらですね。こちらも送っていただきました。ありがとうございます。僕、シュアラスター大ファンで、これでですね、ジムニーを洗車してます。あ、あとヨメメさんの車のも、ちょっと洗車しておりますので、ね、めちゃくちゃ助かります。ありがとうございます。これね、まあ、洗車して、まあ、濡れた状態で、これをね、まあ、スプレーしながら、拭くとですね、拭きやすいですし、水弾くんですよ。ですのでね、愛用している、ゼロドロップっていうやつです。ありがとうございます。すげえ助かります。ありがとうございます。これでね、早速洗車したいと思います。もうすぐ車検ですしね。座れて、アスカは。はい。はい。早いな、家臣は。座れ。
じゃあそれ違う違う座れ違うそれ伏せやちょ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 座れ座れやろ座れそう座座れそうでね続きましてあこれちょっと開けないといけないあのまたね本当にありがたいものを送っていただきましてねはいすいませんちょっとまた GoPro がね熱暴走で止まってしまったので、もう一度やりたいと思います、すいませんこちらなんですよでこちらなんですけれど、こんな感じの、バッグなんですけどこれ実はですねクーラーバッグなんですよね釣りに行った時に魚を入れて持って帰るやつねで前はクーラーボックスを使ったんですけど、どうしてもね、ミニボートだと、容量が少ないっていうのもありますし、あと軽トラで運ぶので、軽トラの、ね、容量もね、少ないんですよ。で、ちょっとね、クーラーボックスだと大きくて邪魔だなと思ってたところをね、こちら送っていただきました。ありがとうございます。ね。こんな大きな魚釣れるのかいっていう感じですけど、まあでもね、一発ね、ヤズとかね、ヒラマサとかね、来れば、これぐらいになりますので、ね、今年は、ちょっとね、大きな青物をね、狙っていきたいと思います。レオンさん、ありがとうございます。大切に使わせていただきます。これでね、軽トラの中もね、船の中もスッキリということで、大変、嬉しいです。ありがとうございます。で、サブチャンネルの方で配信しますので、よかったらね、釣り動画の方もぜひ見てください。ね。はい。はい。はい。でですね、あと、最後。大鳥を飾るのがですね、実はあるんですけれども、ね、その前に、はい、はい、アースカ、ほら、座れ、もちろん、座れ、伏せ、あるんですけども、ちょっと僕、こうやってジャーキーとか、触った手で、ちょっと汚いので、ちょっとね、本体そのものにはちょっと触れないんですけど、後ほどね、すいません、開封させていただきたいんですけれど、こちらなんですよね。こちらもね、同じくレモンさんから送っていただいたんですけど、先にいきさつから言いましょうかね。こちらなんですよ。入ってるかな？こちらなんですよ。こりゃ、これはあんたたちの違うよ。あんたたちは違う、これは。これですね。AirPods なんですけど、実は、僕が買ったのはもうどうだろう。もうかれこれ1年ぐらい経つのかな。ちょっとその辺の記憶定かではないんですけど、AirPods 使ってたんですよ。で、どうだろう。この間、もう1週間近くなるかな。AirPods なくしてしまって、で、iPhone、とかね、こういった AirPods 使ってる方はお分かりだと思うんですけど、iPhone を探すっていうところからですね、実は AirPods 追えるんですよ。ですけれど、僕はその iPhone を探すっていうのを、常にオフにしていまして、で、先日そのなくしてですね、で、どこを探しても見つからないんですよ。あっちゃっちゃっちゃと思って、でもこれちょっと高くて買えないなと思ってたんですよね。そう思ってたところをレオンさんに送っていただきました。ありがとうございます。で、メッセージがですね、二度となくされませんようにということでね、レオンさんいただいております。ありがとうございます。
もう本当に逆にすいません。こうなんつうのかな、先ほどもね冒頭言ったかと思うんですけど、よかったらご連絡いただければお礼しますので、ぜひよろしくお願いします。そんなすごいお礼はできないんですけど、あくまでも気持ちねお礼したいと思いますので、すいませんご連絡ください。実はこれだけではないんですけどね、これだけではないんですけど、また後日ご紹介させていただきたいなと思いますのでね、今日は以上でということでよろしくお願いします。で、もういいかな、あんたたちは。でね、このね、AirPods なんですけど、僕ね、1日どれぐらい使ってるかというと、1日多分8時間ぐらい使ってたんですよ。で、その内訳がですね、まあ、仕事中が、だいたい4時間から5時間ぐらい。で、動画の編集で、まあ、2時間から3時間ぐらい。で、それ以外っていう感じ。それ以外っていうのは、例えばその散歩中に聞いたりとかね。そんな感じですね。それぐらい8時間以上を毎日使っていた AirPods をなくして、で、ワイヤー付きですよね。まあ、通常のイヤホンですよね。それで、やってたんですけども、不便で不便でね、もう本当にね、不便な日々を過ごしておりました。これで明日から、またね、元の生活に戻れるような気がして大変嬉しいです。本当にすいません、ありがとうございます。大変申し訳ございませんでした。これから絶対なくしませんのでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということでね、もうそろそろまたね GoPro 熱暴走で止まりそうな気配なんですけれど、せっかくなんでね、あともうちょっと上げましょうかね。これありますかね、つなぎもハードね。いやもう本当ね、もう皆さん本当ありがとうございますね。皆様のおかげでね、このね、YouTube チャンネルがね成り立っております。アスカ座れて、あんた行儀悪いよ。座、まあいいや、セリア、はい。で、大急ぎて、大急ぎ、本当ね、まあ、レオさんにもね、先日そのキーボードも送っていただきまして、編集の方もねすごいサクサクで、はかどっているのでね、配信ができているというところもあるんですよ。もちろんね、皆さんがご視聴していただけるおかげとかね、あとチャンネル登録ね、高評価コメントいただくのもあってですね、それがまあ何度も言うようにそのモチベーションにつながって配信ねできておりますので、お手反抗期座れて、アスカ、お手、はい、遠い、はい、おかわり、遠いって、おアスカ来いって、座れて、お手、ちょっとお手、いや家臣はいいって、家臣やないとって、アスカって、座れて、座れて、いやもう家臣そうやないとって、もうあんた忙しい、座れて、あ、お手、もう遠い、ものすごく遠い、はい、おかわり、いやなんで、あ、もういい、座れて、おかわり、そう、おかわり、はい、伏せ、あんたいつもするやん、ちゃんと、女座りになっとるて、目が三角になっとる、はいはい、はい、あとこれで終わりです。ありがとうございます。座れ、アスカ座れ、はい、はい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。